いいね。トントントン、トン、ここがね微妙に揺れてる。かなり汚れました。どうもサボリです。ここを取り付けてもう少しで3ヶ月ぐらい。これは値段も安くておすすめの商品なんですけど、汚れたらやっぱり見栄えが悪い。そしてここ CO2 のカウンター、これはこれでいいんですけど、今日はここら辺のメンテナンス、そしてこれダズ、これですね、以前に買ってあった CO2 のカウンター。まずねこれを紹介してから。はい、キスゴム、そしてガラスだからね割らないように、わかる、これスパイラル、これと似たようなやつでね ADA の製品があるんですよ。それはえらい高い。でこれ Amazon で買ったやつ、安い。こっからねくる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 ってね泡が出るのかな。はい、そして付属品、説明書はありません。ここら辺に注意書き、はい、早速メンテナンスとこれ取り付けてみたいと思います。ガズ、ちなみにね、水流対策ですね、これは。カチャカチャ、そして電源、これをね強引にかな、よいしょ、いろいろ、ああ、ここね水はこぼれませんでした。これを引っこ抜くのかな？かなり汚れが。あ、怖い。怖い怖い怖い。ガラスなんでね、怖い。ちょっと、作業ができない。見えるこれ。かなりきつい。かなりきつい。あれだ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 、温めた方がいいやつかもしれない。ドライヤーがないんで、うわー怖いの、あ
はい。これ、これを洗います。これがあるんですよ。長い？かなり長い。これでね、こう入らないんですよ、これ。これは入りません。思い出すか。これ入らないやつ。あ、確かね、この前買ったんだけど、あれね、使いすぎて。これで、これでどうだ？わかる？お前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 、ちょっと詰まった、ちょっと詰まった、ちょっと詰まったな、これ。はい、これでやると途中で詰まります。これはね、水圧でね、水圧で、水圧で、はい。ちょっとお見せできなかったんですけど、とりあえず詰まったやつ、あとはね、また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 、はい、完璧じゃないんですけど、だいたい綺麗になりましたけどね、このやり方はおすすめできません。これに合うようなブラシでやった方がいい。こっから水を流して水流で対応しました。そしてこれですね、これをもう少しガッチリ、これぐらいかな、もうちょっと、もうちょっと、これだ、これだけ、これガッチリで取り付ければいいと。よいしょ、まだ水は出てない。 OK、 ちょっと微調整しよう。いきます、スイッチオン。行った？行った？あれ？水が流れない。あ、違う違う違う。あ、いた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 。ちょっとカメラワークが。やっぱり綺麗にしたんで水も濁らなかった。かなりすっきりしました。100点。パーツはこれとこれ。水を入れて、せっかくなんでここら辺パシャッ、そしてこれを外して、お、漏れる漏れる漏れる、ここに、あっ、危ない危ない、耐圧チューブだとね、硬くて入んないことが判明。エアチューブで、これで、あああああ、どうだ、お、あったあったあった、多分まだ泡が安定してないと思う。ちょっと取り付けます、早く取り付けよう。うん、よいしょ、はあ、こんな感じですね、こんな感じ。とりあえずやっつけで接続しました。新しいからピカピカしてます、光強い。これぐらいは、これぐらいの方がわかるかな。なんか泡が長いんだな、泡が長い。はっはっは、いい、ポコポコ、おっとっとっと、ポコ、泡が安定しない。よしよし、これを伝って、こっから出るエビが、もう少しかな。あ、これはいい、
まだ泡が安定しないんですけど。いいね、こっちも。以上、 ADA わびくさ水槽配管メンテナンスでした。ありがとうございました。